すっげーデカさだな。まさに天まで届けって感じだね。こんなのがアスピオのそばに眠ってたなんて、いろんな意味でショックだわ。あの周りに展開しているのが生命力を吸収する術式だろうか。そうみたいね。まずいわ、結構早く組み上がってきてる。あまり時間は残されてないってか。いいことなのじゃ。時間が差し迫った方が人はやる気になるものじゃ。それはそうかもしれないけど、僕らもヤバいんじゃないの？確かに全ての人間ということなら影響があってもおかしくないけれど。エステル、精霊の力が私たちを包んでくれています。あの術式の力より精霊の力が勝っている間は大丈夫なようね。その間にてっぺんまで走って登るのじゃ。星ハミとやる前にバテちゃうよ。バウルに乗ってピューっててっぺんに行くわけにいかないの？バウルに影響がないとしても私たちが耐えられないと思うわ。あんた塔登るのが嫌なんでしょ。おっとりめえよ、俺様を誰だと思ってんの？おっさんには悪いが、歩きで登るしかねえな。とほほ、気を引き締めていこう。ああ、何が待ってるかわからねえ。油断するなよ。古代ゲライオス文明、これほどの建造物を作る文明の時代にはどんな人たちが生きていたんでしょう。そうね、人々の生活がどんなだったのかってのは専門外だけど、発掘されてるブラスティアから想像すると、星ハミさえ生まれなければ科学文明としてはかなり完成されてたんじゃないかな。ブラスティアによってエンテレケイアと対等の力を持っていたはずね。そっか、でないとエンテレケイアに滅ぼされちゃってるはずだもんね。魔物を恐れて結界に閉じこもっている人間にそんなすごい力があったなんて信じられないのじゃ。力をつけすぎた奴らがそのつけで崩壊、よくある話だが笑えねえ点が一つあるんだな。星ハミを後の時代の奴らに押し付けやがったんだから。当時は他に手がなかったのかもしれないが、やっぱり許せねえ。てめえのやったことはてめえでケツを持てってんだ。私たちこれからやろうとすることの責任ちゃんと持たないといけませんね。そうだね、ブラスティアのない世の中、それを生み出したまま放り出さないように、うちらの手で全てのけじめをつけるのじゃ。ああ、もちろんだ。すげえな、これが全部今まで土の下に埋まってたってのかよ。アスピオ周辺で多くのブラスティアが発掘されたのもここがあったからなのかもしれないな。古代ゲライオス文明、本に書いてあったものよりずっとすごいです。なんだか変な感じね。星ハミに使うってくらいだからこれは兵器なんだろうけど、外からの眺めは都市みたいだった。都市を改造して兵器にしたのかな。星ハミと対等に戦うにはこんな大きな町を犠牲にしなくてはならなかったのかな。これだけの規模ならさぞ大勢の人が暮らしていたことでしょうね。それが今じゃたった一人の男が全人類滅ぼすために立てこもってるだけってか。デュークか、できればやり合いたくないね。ヤクさん、ジンマ戦争の時すでに大した英雄だった。今となっちゃ
どれほどの力を身につけてることやら。なーに、デュークと喧嘩する前に押しはみを倒しちまえばいいんだよ。そうすればデュークだって人間を犠牲にする理由はなくなるもんね。そうだといいけどね。目の前の敵に集中を。真剣勝負じゃ。ソーハ人、飛ばしていきますか。ソーハ。ガンダム。ソーハ人。ソーハ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 。命を照らす光の闇の一生を見せる。強敵じゃ。慎重に行きましょう。飛ばしていきますか。ソーハ人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 。命を照らす光に。ソーハ人。ソーハ人。ダークレスタークル。誰か、炎症中の援護を。了
いつだ。勝利の合図なのじゃ。はい、やりました。Thank you.
強敵じゃ。グダグダ言ってないで。同じだったか？あれ？もうおしまい？上等じゃねえか。思いついたの。かわいいよ。やりすぎかしら。手加減はできませんよ。ソーハソーハジン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 ミニショー中はフォローして了解なのじゃ。ソーハジンそれゲースキングソーハ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 ブレイドローンマジックまずいな。ソーハ人ソーハソーハ命を照らす光よ。ここ元気になるわけは危険だ。ソーハソーハソーハ人ソーハなかなかやるじゃない。まずいな。白き星ソーハソーハ人ソーハ、ね、みんな無事か。どっからでもかかってきな。飛ばしていき。これぞ俺にの。おかしと出来心さ。月星人。これだけ。よし。
ヤバそうな敵ね。真剣勝負じゃ。もう切らないで。寛容の力。乗ってきたぜ。ソーハ、ソーハ人。ソーハ、サラサ。エイ。ソーハ人。さう闇の美少女。ソーハ人。ブレッドゼロ。ソーハ。やった。ソーハ。はい。命を照らす光。ここに一つ。やった。クランキー。ソーハ人。神の目。死の淵より夜の空から。ソーハ。ソーハ。一撃。ソーハ。ランダムボールス元気になるまじゃん。ミスティーゲット我が手じゃねえ。トラクターればっかじゃんの。命を照らす光ここに来てるね。サラトリスチャンプルの位置だわ。なるまじゃん。さらに放浪せし無数の風命を照らす光大巨大サドここに来てる。サラトリスチャンプルよしいいじゃねえ。
昔の人はこんなところに住んでたの？道わかんないよ。こりゃ迷子になるなって方が間違ってるな。最初は計画的に作られてたんだと思うわ。それがだんだん個々の思惑で改造されていった結果、こんな複雑な街が出来上がったんじゃないかしら。こんな進んだ文明を持つ人たちがそんな無計画？おかしくない？進んでるからこそ日進月歩の進化に人々の考えがついていけなかったとか。たった数年前の技術が古い思想になって何度も計画変更されたとも考えられる。滅びた連中のこと考えてても仕方ない。先進もうぜ。その滅びた連中が迷子にならないようにどうしてたかは興味ない？道は俺たちの前にできるんだぜ。そういうこと。呆れた人たち。だったらその道をさっさと進みゃいいでしょ。いいの？バウルでも登ったことがない高さだわ。高い高い言うから疲れるのじゃ。もう高い言うの禁止なのじゃ。しかしまさかこれが星神を倒す兵器だなんてね。古代ゲライオス文明、私の想像以上だった。でも星神を倒すのは僕たちだよ。ああ、デュークに任せといたらえらいことになるしな。急ごうぜ。どっからでもかかってきな。大恥人、大恥人、ソーハ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 、ソソーハ人、物足りねえな。
待ちかねたぞ、ユーリ・ローベル。どこに行こうってんだ。お前には俺がいるだろう。あいつは生きてたのね。信じられないしぶとさ。こんな高いところまで疲れたじゃろ。本当にしつこい野郎だな。何度も言わせるなっつったろ。てめえに用はねえんだよ。世界を救うためか。急がないと世の中ぐちゃぐちゃだからか。分かってんなら邪魔しないでよ。おい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 、だからこそ意味があるんだろうが。こいつ何言ってんの。こいつを見な。この先の封印式の構成式よ。つまりこの腕をぶっ壊さない限りこの先には進めねえな。なんてことを。てめえ。ユーリー、世界とやらを救いたければ俺と登り詰めるしかないみたいだぜ。どうして、なぜこんな無意味なことを。無意味。無意味だと意味ならあるだろうが。この方がマジで言われるだろう。ザギ、ここまでイカれた野郎だったとはな。いいぜ、蹴りつけてやる。おこれ、もっとだ、もっと高ぶれ、マジで来い。でないと登り詰められないからな。さあ、チリチリチリ。もうここまでにしとこうぜ。その情熱別に向けた方がいいぞ。俺は貴様が死ぬまで追い詰めてやる。先に死ぬのはお前だよ。エラーズ口も叩けるうちに叩いとけよ。お前こそそろそろ黙っとけ。ほら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 、下と下と。どうだどうだ。マジで蹴りつけるぜ。気持ち悪いぜ。あのフェイト。エンジェルリング。飛ばしていきますか。Thank you.
白き剣の妖怪たちよ、その微笑みを我らとナンキー楽しい命を照らす光を肩に光るハンドレスサークル。いい加減くたばりやがれ。執念深い男じゃの。また強くなります。当然の結果で伝説。痛みがねえ、全然ねえ。おお、体が動かねえか。なんてやわな体なんだ。次は体もブラスティアに変えてこよう。そうすりゃもっと楽しめる。そうだろ、ゆるい。ゆり、地獄でやってろ。人から理解されず、戦いに無理やり意味をつけて、哀れな人。あれでもその筋じゃ結構知られた名だったんだけどね。オタクらと関わってからなんだか妙なことになってた。あの人本当に戦いを楽しんでるみたいでした。ユーリとなら本気で戦える、そう思ったんじゃないでしょうか。それってユーリくらいしか本気で戦える人がいなかったってこと？知るかよ、あんな言っちまったやつのことなんざ。力を持て余したやつの慣れの果てじゃの。つまんねえことで時間食っちまった。行こうぜ。ええ、分かったわ。バウルがどうかしたのか？大丈夫、外の様子を聞いてただけ。生命力吸引の術式どれぐらい組み上がってる？バウルは術式のことわからないから。あ、そうよね。バウルには自分の判断で動いてって伝えておいたわ。私たちも先にね。うん、急ごう。ザギー、本当どうしようもないやつだったね。あのエネルギーをもっと別のところに向けろってんだ。自分と対等な奴にようやく出会えたってのに敵としてだった。それが奴の不幸ってなもんよ。あ？対等の友を失ったデューク、対等の者の存在を認めなかったアレクセイ、そんでザギ。力がある奴ってのは力のあるダチがいないとなんか歪んじまうのかもね。そんなもんなのかね。ドンにはベリウスという対等の友がいたっしょ。ルイブン、たまに難しいこと言うよね。なん？すげえ渋くて生かすコメントしたのに、そりゃねえよ少年。まあ、おたくらは大丈夫だな。いいダチ持ってるから。行きます。総破陣食らっちまった。回復します。一瞬だ。総破陣、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 
みんな集中だ。飛ばしていきますか。いい感じ。交渉よ。勝利の歌。どっからでもかかってきな。飛ばしていく。そうだ。そうだ。そうだ。ほら言って。そうだ。そうだ。ピカピカに光ってるわよ。そうだ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 。同じだったか。ほら言って。
という間に全滅させる。飛ばしていっ。ソーハ、ソーハ人、ソーハ人、ソーハ人、ソーハ、ソーハ人、ソーハ人、ヒットインだ。ソーハ人、ソーハ人、ソーハ、ソーハ、ソーハ人、ソーハ、ソーハ、ソーハ人、ソーハ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 、あれ？ヤバそうな敵ね。真剣勝負じゃ。こんなのどうです？誰か炎症中の援護を。分かった、任せろ。キルネさん、寛容の力、隣となる大地のライザー、キルネさんに使え。勝利の合図。うちのターンじゃ。悪く思うなよ。出直してくるのじゃ。目の前の敵に集中を。
飛ばしていく。ソーハ、ソーハ、ソーハ人、ソーハ人、ソーハ、ソーハ、ソーハ人、ソーハ。輝いてるのじゃ。ソーハ、ソーハ、ソーハ人、ソーハ。一体だ。ソーハ人、ソーハ人。ソーハ人、ソーハ人。ソーハ。ソーハ。それ。ソーハ人。走る危険を伝えたし、その微笑みの方式を持って役なる方法を持ってる。万物勝てると思った？お後ろからかよ。落ち着いて。ソーハ、ソーハ、ソーハ人。ソーハ、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 ソーハ人。ソーハ、ソーハ、ソーハ、ソーハ人。ソーハ、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 ソーハ人。ソーハ、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 ソーハ人。物足りねえな。気引き締めろよ。ソーハ、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 なかなかやるじゃない。ソーハ、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 なかなかやるの。ソーハ、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 こんなもんかな。この剣に。ここに来てから随分時間が経ってしまったけど、バウルはどうしてるかな。
お利口さんにちゃんと留守番してくれてるのかね。案外日の光の当たらないところにはいらんないって帰っちゃってるかもよ。レイブンじゃあるまいし。あら、少年にそんなこと言われたらおっさん本当に帰っちゃうわよ。帰れば。でも術式の近くだからバウルもきついんじゃないの。そうね、昔のバウルだったら耐えられなかったかもしれないわ。でもエンテレケアとしては若いかもしれないけど、成長したバウルならまだまだ平気よ。ジュディスはバウルを信頼しているんですね。おっさんもバウルみたいに信頼されたいわ。気引き締めろよ。そうだね、そうだ、手がれなさい。手がれなき何人かこのものに与える。そうだ、そうだ、そうだ、ガーストエイド、そうだ、そうだ、それ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 、たゆらう闇の美少女、勝利の合図。後ろからかよ。落ち着いて。そうだ、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 そう、強さの秘訣。ヤバそうな敵ね。真剣勝負じゃ。覚悟、たゆたをやりましょう。スレッドゼロ、エンジェルヤ、スレッドゼロ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 、
あの階段は。どうやらこの上が頂上みたいですね。ここが正念場だな。みんな覚悟はいいか。とっくにできてるわよ。うん、僕たちがやらなきゃいけないんだもん。ここで逃げたら今晩の食事がまずくなるのじゃ。そういうこと。おっさんもさすがに頑張っちゃうよ。私たちを信じて待っている人たちのためにも必ず星網を倒します。フェローやベリウス、エンテレケアたちの思いのためにもね。行こう。デューク、デューク、俺たちは四属性の精霊を得た。精霊の力は星はみに対抗できる。もう人の命を使って星はみを撃つ必要はありません。あの大きさを見るがいい。たった4体ではどうにもなるまい。4体は要よ。足りない分はブラスティアのコアを精霊にして補うわ。世界中のコアだもん。すごい数になるはずだよ。ついでにオタクの嫌いなブラスティア文明も今度こそ終わり。悪い話じゃないでしょ。人間たちがおとなしくブラスティアを差し出すとは思えん。それとも無理やり行うのか。無理やりなんてしないのじゃ。人々が進んで応じるなんて信じられないのかしら。一度手にしたものを手放せないのが人間だ。分かってもらえねえか。だけど俺たちは俺たちの選んだ方法で星はみを撃つ。もう少し待ってくれねえか。僕たちは人々の決断を、そして僕たち自身の決意を無理にしたくないのです。それで世界が元に戻るというのか。エンテレケイアによりエアルが調整され、あらゆる命が最も自然に営まれていた頃に戻るのかと聞いている。それはお前たちは人間の都合の良いようにこの世界を、テルカ・リュミレースを作り変えているに過ぎん。世界が成長の途中だとは考えられませんか。エンテレケイアたちは精霊になることを進化だと考えています。彼らエンテレケイアの選択に口を挟むことはすまい。だが私には私の選択がある。分かってくれねえのは、それをやろうとしている俺たちが人間だからか。人間が信用できないからって放っておいて、手遅れになったらいきなり消そうとするってどうなのよ。お前たちはこの塔がどういうものか知っているか。もともと都市だったこのタルカロンを古代人は自ら兵器に変えた。エンテレケイアを滅ぼすために。あくまでブラスティアの危険を認めようとしない古代人にとって、ブラスティアを攻撃するエンテレケイアは邪魔でしかなかったのだ。そしてエアルの乱れにより星はみが出現した。そうなって初めて人間はエンテレケイアの言葉に耳を傾けた。今の世界は多くの犠牲の上にある。なのに人間はまた過ちを犯した。必ずまた繰り返すだろう。どうしようもないところまで世界を蝕み、自分たちの存続のためだけに世界の在り方まで変えようとする。そんな存在こそ星はみをも凌駕する破滅の使徒だ。それがあなたが人間を滅ぼそうとする理由なのですか。私は友に誓ったのだ。
この世界を守ると。エルシフルね、クロームから聞いたか。ああ、彼女あんたを止めてくれって言ってたぜ。彼女も私たちの話を聞き入れてくれて精霊に転生しました。だからどうか一緒に。ふざけるな。エンテレケイヤがその使命を放棄するというなら私が引き継ぐ。お前たちの手段を待つまでもなく、私がこの術式を完成すれば世界は救われる。デューク、やめるんだ。このまま人間が世を治めていけば必ず同じ過ちを繰り返す。そうなれば人の心はすさみ、より辛い未来になるのではないか。たとえそうであっても自分たちで選んだ道です。傷ついても立ち止まっても諦めなければまた歩き出せるはずです。そうよ、間違ったり失敗したりするのを怖がってたら新しいことなんて何にも見つからないもんね。それに私たちはあんたみたいに勝手に決めつけてこの道を選んだんじゃない。みんなで決めたよ。うん、一人じゃ難しいのかもしれない。でも僕たちは一人じゃないんだ。一人でできなかったらみんなで頑張る。そうやって歩いていけるってことに気づいたんだ。だからノジャ、一人で出した答えはいつか必ず行き止まりにぶち当たる。でもみんなで船を漕げばどんな凪でも嵐でもいつか海を越えられるのじゃ。心がつながっている者同士はそれでいいのだろう。だが必ず辛い未来を受け入れられる者がいる。それが分からぬお前たちではないだろう。そうね、厳しいけどそれが現実でしょうね。けど変わろうとしていくものを受け止め、考え、また変わっていく。人も世界もね。だから何年、何十年、何百年かかったとしてもいつか受け入れてくれる。今はそう思えるわ。だってそれが生きるということなのだから。変化とは痛みを伴うもの。でもそれを恐れていては前には進めない。誰もが同じように進めるわけじゃないというなら僕らがそれを支えます。そのための騎士だ。そのためのギルドです。だな。守らなきゃいけないもんは確かにあるだろうが、おさん、次の時代に生きる奴らの先見てみたいわ。バカどもが変わっていくのを先に行っちまった奴らの代わりにさ。相入れぬな。お互い世界を思う気持ちは変わらぬというのに不思議なものだ。不思議じゃねえ。あんたと俺たちは選んだ先、未来に見ているものが違う。未来は守らねばならん。守らねば破滅が待っている。未来は作り出すもんだろう。選んだ道を信じて作り出すもんだ。是非もない。来るがいい。飛ばしていきますか。どうだ、ソーハ人、俺たちが星ハミを倒す。邪魔しないでくれ。これは私たちだけが選んだ道じゃない。私がそれに賛同する道理はない。この石頭、どうして、どうしてわからないのよ。これは人とエンテレケイヤが新しい道を歩むための選択だ。うちらは成し遂げる。このためにきっとエンテレケイヤはその選択を後悔する。人もまた死んでいた方が良かったと思うだろう。私は後悔しない、後悔させない。俺たちの決意はそんな生半可なもんじゃねえよ。愚者の結論だ。もはや話の余地なし。お前とも分かり合えればよかったんじゃがな。この気持ち、あなたに伝われば。無駄だ。怒りを伝えるな。戦闘を阻む障害を阻む。そうだ、邪魔だ。
さすがにフェローが認めた者たちということか。あんたこそ大した強さだ。残念だ。お前たちともっと長き時を歩んでいれば違う形の開口があったかもしれぬのにな。今からでも遅くないぜ。いや、もう遅い。この空を星神が覆った時、私の道は決してしまったのだから。この分からずやめ。世界の永続にとって最善の道、それは世界を自然な形に戻すこと。それが私の選んだ道。私はそれに準じる。友よ、力を。愚かな。エンテルケイアたちもどうしてそんな不確実な話に乗った。不確実なんかじゃない。現にエンテルケイアを精霊化することができた。決して非現実的なことじゃありません。みんなで願えば理想は形になる。あんたは思い出にすがってるだけだ。私一人が顔面だというのか。いや、間違ってなどいない。私は全力でお前らの思惑排除する。時を再び刻め。消えよ。まだ立ち上がるか。ちょっとじゃない。やった。一目ここに来たり。ソーハジン、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 ソー
負けるわけにはいかねえ。理屈ほざいてんじゃねえ。自分の正義は自分で決める。あとはこいつで白黒つけるしかねえだろ。どうあっても受け入れないというのだ。それもよかろう。この一戦、世界のために。気を出さざるを得ない。こっちだってまだまだこれからだ。強がり、何がそこまでお前たちを駆り立てるというのだ。誰かを守りたいっていう気持ちです。行きたい気持ちを受け止めてくれる絆じゃ、仲間への信頼を。あんただって持ってるんじゃないのか。全て絵空ごとに過ぎない。人が作り出した妄想だ。それは儚く裏切られ、崩れるのみ。崩れればまた積み直せばいい。私たちは言葉にすればちゃんと思いを伝え合うことができるのよ。私に勝つがいい。その思いの強さを証明してみせよ。ピンピンじゃなかったね。悪いな。覚悟、始まりの時を再び刻め。ヒーロー、行きますか。
きますか。覚悟、始まりの時を再び刻め、ビッグバン。さすがに立てねえだろ。これであなたの負けです。これで終わりね。当然の結果。すまぬエルシフル、約束守れそうにない。エルシフルがどんなやつだったのかも知らねえ俺が言っても説得力ねえけど、ジンマ戦争で人のために戦ったエルシフルってやつは、ダチのあんたに人間を否定して生きることなんて望んじゃいないと思うぜ。エルシフルの望み、世界を守ること、生きとし生けるもの、心あるものの安寧。ユーリ、急がないと。やるぞ。行くわよエステル、同調して。ジュディス、サポートお願い。はい、了解よ。ユーリ、行くわよ。ドキドキなのじゃ。頼むぜ大将。あっ、ブラスティアを捨てたというのか。止まった。まさか聞いてないの。そんなことない。ただあと少し、あと少し足りない。そんな、ここまで来てなんとかならんのか。お願い、まだ終わっちゃいない。エンテレケイア、精霊、人間、エルシフリオ、世界は変われるのか。ダメか。
部が。すごい。星神になってたエンテレケイヤがみんな精霊に変わったんだ。星神も世界の一部だった。そういうことね。綺麗、とても。じゃな。やったな。本当にこれで正しかったのか。さあな。ブラスティアを失い、結界もなくなったけど、俺たちは選んじまったからな。生きてる限りは何とかするさ。強いのだな。何、一人じゃないからな。リュウ君、またな。